マグロの生姜に、すいません、ちょっと、こうなのに覚えてなくて。そちらはですね、ひょうちゃん自らですね、食材探しの旅に出まして、小浜大川さんとタッグを組みまして、マグロの生姜の方が、三崎マグロを使用しておりまして、三崎港に行きまして、マイナス60度の冷凍庫の中に入りまして、冷暗は確かありましたね。醤油が凍っちゃう、凍りそうになってましたよね。そうですね、もう本当に、マネージャーの方は死んじゃうかと思ったんですけど、中のひょうちゃんは結構それはどれだっけ、このシリーズの第2回。第2回、あ、これね、マグロね。じゃあちょっと見てみましょうか。今日は左のマグロ、三崎にある三崎屋に来ました。今日はここからの島まで、マネージャーはレタール持ってますが、手が切れちゃうかと思いました。どこでも凍ってくるんですね、これ。はぁ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 。あ、みるみる凍っていくわけですね。みるみる凍っていくわけなんですけど、あんまりみるみる凍ってなかったのに、徐々に凍っていく感じで。わかんない。それはマグロですね。マグロだよ。すごいよ。これが入ってるわけです。そうですね、今どんどん召し上がっていただいているマグロの商売のこの今見ていただいているマグロの加工したものになっております。この加工用から運ばれて、はい、具体的に作ってるのはどこなんですか。具体的にお弁当作ってるのはですね、要件小浜駅東口に本社工場というものがあります。こちらです。本社工場にマグロが運ばれて、はい、そこでここに詰められる、はい、なるほど。これ自社で作ってるんですか。そうですね、三崎メグロスーサーさんという会社がありまして、そちらの工場がですね、冷凍庫と加工場を持っておりまして、こちらの方にお邪魔した時にお邪魔しております。そうですね、この冷凍を買える、あ、映像はですね、横浜ウォーカーさんの。ああ、なるほど。この映像自体はウォーカーさんコラボで。そうですね、はい。ああ、そう。いや、はい、ここの、はい、マグロ屋さん、うちの一番後ろにいるインターンの西村といいますけど、彼女が、学生インターンをしてたの。マグロ屋さんだそうです。わかんないけど、拍手を。はい、西村さんです。あ、なんか言う。あ、じゃあ先生、インターン時代はですね、ここの、マグロ屋さんの広報をやってたの。はい、はい、今日そちらにもいらして、大川印刷さんと一緒に、三崎恵水産のグループ会社のネオモーションという会社で広報誌の作成をしておりました。今はパズラボ関連のマネジメントをしておりますので、もしご興味ある方がいらしましたら、ぜひお声掛けください。よろしくお願いします。実はですね、パズラボ関連、まあ、彼女はですね、今フェリス大学の4年生で、まあ、就職が決まって一段落したんで、うちにセカンドインターンみたいな形で来てるんですけど、今ファブラボ の活動してるんですね。で、実は僕ら今ちょっと企画を温めてまして、ひょうちゃんハックもしくはハックフォーひょうちゃん、ハックフォー、まあ、ハックっていうのはなんつうのかな、なんかこういじってより面白くするとかね、改善するとか、まあ、そういうような意味なんですけど、
ひょうちゃんで何ができるかっていうのをみんなでこうアイディアソンをしようかということをちょっと考えてるのね。はい、なのでまあちょっと後でその話も振りたいと思います。はい、じゃあちょっと感想を聞いていこうかな。はい、じゃあもう一番近くに。これが決まりなんですよ。あ、これ？ああ、これね。これね、今日本当はね、ここで限定販売もしくはじゃんけんで争奪戦とかやろうと思ってたんですけど、忘れててできませんでした。これは何でしょうか？そちらひょうちゃんのお醤油差しでして、中にお醤油を入れていただいて、お鼻からこう。ここからね。じゃあ階段、はい。ひょうちゃんグッズでございます。どこから入れるんですか？はい、首をこう回してみてください。首が伸びるんですね。かわいそうなんですが、首を打っていただいて。そうですね。どこで買えるんですか？崎陽軒の売店で販売しております。例えば、中華街とかで買えますか？中華街も、はい、販売しています。そうだよな。ちょっと崎陽軒シリーズ見てみたい。まあ、なんかちょっと感想一言、どこの誰かと。どこの8月の末に山下町からしてきた町方。それいらっしゃい。で、人事サイトが昭和初期に住んでたんで、80数年ぶりに来た感じで、崎陽軒もその頃から付き合いだと思いますね。よろしくお願いします。あれそれか、放置されました。はい、ありがとうございます。デザイナー、デザイナーの小林さんのデザインはもう上げました。ツイッターは休止中。あ、じゃあフェイスブックで上げた。あ、これから。どうでしたか？あ、いいよ、いい。あ、これをモチーフに描いてみたと。あ、これ気持ちいい。あ、なるほど。なるほど。はい。あー、なるほどね。はい。で、一気に押すとギュギュ出ちゃったりして。なるほど。穴が小さければいいというもんではない。ないと。あー、ですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとここでゲストコメンテーターの赤木さんにですね、まあ感想を伺いたいと思うんですけど、赤木さん、あ、マイクどうぞ。これかまぼこもあれですか？小田原の。あ、確かかまぼこ編もなかったっけ？そうですね、かまぼこもですね、小田原の鈴廣さんが作っているかまぼこ。かまぼこ何番？こちらもひょうちゃんが、地元食材を探してきた回で、ひょうちゃん自ら。そうですね、自らゲットした食材になります。あ、本当だ。地元食材といえばやっぱりね、うるさいですよね、赤木さんね。うん、ここどうですか？かまぼこ屋さん。かまぼこ屋さんです。まあ有名ですよね。キャラタイミング。これひょうちゃんっていうのはちょっと裏話的には。はい。1体しかないんですか？そういうこと聞いちゃいけないんですよ。結構グイグイ来ますから。ひょうちゃんはですね、基本的には1体しかいますね。これは初代、初代ではないですね。今会社にあるのは1体なんですけれど、今3代目のひょうちゃんなんです。